ベルイルアンメールは、フランスモルビアン県に属するブルターニュ沿岸の島。ブルターニュ最大の島である。キブロン半島から14キロメートル沖合に浮かぶ。島は、行政上においては一つの関東を形作っている。島内には、以下の4つのコミューンがある。島は、北西から南東にかけ17キロ、幅9キロで、最高地点は40メートルである。海岸は、 コートソバージュと呼ばれる南西の危険が切り立った断崖とレグランサーブルと呼ばれる穏やかな砂浜とに分けられ北側は高校に適した港がある。島は海洋性気候で雨が少なく本土よりも冬の気候が温暖である。島には二つの使用港がある。ルパレ港はキブロンとフェリーが往復しており、総ゾンはキブロン及びロリアンと フェリーが往復している。かつて島は森林で覆われていたが農業用地として開墾するにつれて失われた。ルパレにあるボーワンの築いた要塞ベルイルは近隣の島をあや、オエディックよりも早く紀元前6世紀には今度から切り離された。青銅器時代から考古学的発見がされ、おそらく公開技術の発達によって当時は 島の人口が現在よりも多かったと推測されている。旧世紀、ベルイルはコルヌアイユに属していた。島の要塞化は、港を買い付けたオクラ橋、ニコラ・フーケの援助を受けた、ボーバンによってされた。現在の人口の大部分は、かつて、フランス領カナダへ植民したもの,の、イギリスによって追われて帰国した者たちの子孫である。下記、の人口は劇的に膨れ上がる。 島という隔絶した環境と砂浜を好む人々が島にある別荘にやってくるからである。リリック・アンメールとベルイル・フェスティバルはフランス西部で最も規模の大きなオペラの催しである。1998年アメリカ人オペラ歌手リチャード・コーアンによって設立され毎年夏に2つのステージが催される。音楽監督フィリップ・ウォルシュと芸術監督・コーアンが統括する。 加えて、島にある四つの歴史的な教会で、小さなコンサートとマスタークラスが開催される。リリック・アンメールには、フランス、実業界から広い援助を受けている。19世紀のサッカーアレクサンドル・デューマ・ペールの、鉄仮面で、ベルイルンが登場する。作中、三重志の一人ポルトスは、ロクマリア近郊で死ぬ。同作品からもストーリーを取り入れて、三重志をアニメ化した。 アニメ三0史でも作中の最終舞台となる。ありがとうございます。